おう、どうし。ゴミとは、ファシズムを隠すための貪欲な仮面。山の上は最高だが、あの壊れたロボットが黙ってくれたらもっといい気分になれるんだが。話したいことでもあったか？おお、いいね。俺がでっかい計画を立てて、パズルのピース一つ一つをあんたが埋めていく。黒幕になった気分だ。邪魔だったら言ってくれよな。一つになる。
が主にあだなす者、抗う者の逃げ場はない。誰もがモスバンの前で裁かれるだろう。聖なる光からは逃れられない。恐れはしない。モスバンは共にある。お前の死が見せる約束の地が手招きをしている。君がここで楽しんでくれれば嬉しいよ。ベケットは最高だよな。仕事は尽きることがあり、いいやつだといいな。なあ、聖司、そこにいたのか。調子はどうだい？おしゃべりしている時間はないぞ、ベケット。友達を見つけたようだな。パーティーしに来たのか？いや、パーティーなんかないぜ。俺の友達がお前を助けてくれたんだ。覚えてるかい？覚えてるかって？ああ、もちろんだとも。初めに見つけて感じたのは最後。いい時代だった。ああ、もっとケーキがいるな。聖司は無害なやつなんだ。普段は頭もしっかりしてるし、そのうちまともになるだろう。聖司、相棒、俺のダチよ。聞こえるかい？おい、お前の助けが必要だ。俺たちはブラッドイーグルスを全員殺す。それにはあいつの頭を切り落とす必要があるんだ。いや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 、頭じゃない、物資の心臓部を立つんだ。ザ・ケイブで、ザ・ケイブ。ああ、不気味だ。ケイブ、ケイブ、ケイブ。わかった。ザ・ケイブだな。聖司、残りの質問はまた後で。コーヒーでも飲んで頭をすっきりさせろよ。この調子じゃこっちも神経が参っちまう。いや、もう会ったことあるかな？ある？ない？よほう。資本主義者というのは死んだ資本主義者です。俺のことは気にするな。ただ、すでに裏切り者も死んでるって聞いたら、ロニーは喜ぶだろうな。いや、やつはいつもあんな感じだ。何を言ってるかわからないことが多いが、でも大丈夫、情報は手に入れた。ブラッドイーグルスを倒すには頭を切り落とす前にやつらの補給を断つ必要がある。
ブラッドイーグルスはザ・ケイブにバファウトを溜め込んでる。それがないとメンバーの洗脳は難しくなるだろう。ああ、なるほどな。思いもしなかったよ。そういえば俺が無理やり飲まされた薬もちょっと変だったな。あんなものを飲まずに済むようになって本当に良かったよ。ブラッドイーグルスにはザ・ブラッド、ジ・アイ、ザ・クローという3人の邪悪なリーダーがいる。邪悪なんて言葉じゃ済まないような連中さ。やつの頭はまともだが道に迷わされ燃え尽きたんだ。カルトなんかに関わるからさ。あ、何か飲み物も欲しいんだろ。俺のおごりだぜ。ブラッドイーグルスの下っ端どもは問題じゃない。あいつらは病気の原因じゃなくて症状なんだ。3人のボスがいなくなればバラバラになる。バファウトの摂取量が増えれば増えるほど中毒者は悲惨なことになる。恐ろしいほど凶暴になるんだ。あんなことはやめさせなきゃ。多分な、そう願ってるよ。俺たちが大事に思っていることをあいつが分かっているかは怪しいが、いや、きっと分かってる。任せとけ。聞こうじゃないか。まあそういうことだな。ようやく仲間がいるのはいいな。仲間といってもギャングじゃなくてよ。なんとかなるよな。あんたに会えるのは、また出かける前に休んでいっても構わないぜ。任せとけ。何を知りたいんだ。過去の話？うん、まあいいだろう。ああ、そうだな。まず俺は組織には入らず、やっていける程度の盗みをしていた。だが問題はあの競争社会だ。あのギャングのな。そして奴らに加入した方がいいと気づき、ホプキンスのチンピラどもと行動してた。うまくいってたんだ。ホプキンスが殺されるまではな。少しの間俺はエドウィンのギャングとつるんでいた。ブラッドイーグルスからお呼びがかかるまでな。奴らは俺をギャングにスカウトしてきたんだ。その後のことは知っての通りだ。本気かよ。リストならやれるけど、特別なのを一つだけ選べというなら、イーグルスのためにかき集めた土だな。理解してほしいんだが、俺は薬で正気を失っていたんだ。これまでしてきたことの数々は、他のギャングのためなら絶対にしようなんて思わなかった。俺の手は血に染まりすぎた。この血をいつか拭える日が来るのかはわからない。もうこの話はやめて他の話をしないか。いいだろ。ああ、エドウィンのギャングか。いい酒といい仲間、そしていい思い出ばかりだ。エドウィン自身は少しおかしなやつだった。ブラッドイーグルスほどじゃないがな。やつは俺らが嫌なことは決してやらせなかった。俺たちはそこら辺によくいるギャングだったのさ。略奪をし、酒に酔っては夜通しでバカみたいに歌ってた。もし俺が役中にならなければ、もし俺がイーグルスに踊らされなければ、今も奴のギャングにいたに違いない。
俺は両親のことを覚えてないんだ。俺がかなり小さい時に死んだからな。だから俺が弟のフランキーの面倒を見るしかなかったんだ。飢え死にしないために食料や飲み物は盗まなくちゃいけなかった。俺らは盗むのがうまくてよ。それで俺らは犯罪に手を染めていったんだ。俺たちはやばいことはしなかった。俺は盗みにも線引きしていたからな。フランキーは少し、むやみに銃を撃ちたがっていた。それがいつも心配だった。俺がチンピラにスカウトされた時、フランキーを家から出さなかった。ギャングに入れさせたくなかったが、いつもそれを恨んでいた。分かった。他に俺にできることは聞こうじゃないか。まあそういう